新しいステージが追加されたってどれだ。小戦場、戦場、あ、これか。あ、これっすか。あ、足場がない。なんか1対1の戦いに向いてるっていうので、じゃあこれで1対1のバトルか。じゃあ試しにやってみるか。誰がいいだろう。1対1に向いてる新キャラ同士でいくか。わあ、誰でやろう。それともミーファイターでやるか。あおり、ねずこ、ごじ、ねずこいくか。1対1、どうしよう。いや、ねずこと炭治郎で。煉獄さんもいるけど、富岡、富之助、炭治郎、兄弟対決でいくか。格闘ゲームっぽく HP150 の2ラウンド制でファイト。格闘ゲームと同じルール。あ、本当だ、ステージがシンプルになってる。かまど兄弟の兄弟喧嘩、かまど兄弟喧嘩。あ、おお、あ、やばいんちゃん。あ、あ、ねずこ落ちた。炭治郎強え。必殺入った。兄に容赦ない。炭治郎一回もやられないじゃん。いや、これ逆転無理でしょ。こっからねずこ勝ったらすごいね。おお、あー、これ取りたいな。ねずこ取りたいな。これ取った、取ったけど厳しい、取ったけど厳しい。取ったけれど、あー、気使ったね、やっぱりね。ねずこ負けてもうた。次もう一回やるか。ゴジータ、ゴジータ VS ブロリー、ゴジータ VS ブロリー、格闘ゲーム対決。
もういい勝負ですな。領地でやんの、ここまで追い詰めて。うわ、一気にゴジータ有利になった。アホだ、ジンスってやんの、これやばいんちゃう。決まってれば分かんなかったのに。ブロリの鉄球が入ってるな。うわ、鉄球当たった。ブロリーが勝っちまったよ。すげえ。ってことで新ステージ1対1に向いてる。確かにブロリーが勝っちゃったよ。もし他のキャラもいろいろ作ってるんで、再生リストスマブラから見てください。